これピザにするんですか？ピザ。どんな味になるか想像つかない。マーラー料理対決、おつまみレシピ編ということですね。はい、はい、皆さんこんにちは、料理の兄さんリュウジです。休日課長です。伊地知清です。はい、ということですね、今回、はい、我々辛いもの大好きな3人のために味の素さんがですね、対決の場を設けてくださり、うん、マーラーアレンジ料理対決をすることになりました。イエイイエイイエイ。ということですね、詳細は概要欄に第1回の動画がねございますので、そちらをご覧いただくと分かると思います。はい、対決のルールはですね、うん、1つでございます。この味の素の麻辣麻婆豆腐、必ず使っていただくことでございます、うん、はい、で今回の対決のお題はなんとおつまみレシピでございますね。辛いもの大好き、お酒も大好きなね、僕くらいに、はい、ぴったりなお題でございます、はい、前回ですね、僕がマーラー油の休日活用が四川餃子、そうですね、はい、うんうん、を作って、いただいたわけなんですけども、鶏はですね清さんに、はい、はい、お料理を披露していただきたいと思います。いやびっくりするよ、二人とも。いやマジっすか、はい、本当に想像を絶するアレンジを、これね、あの第1回の時から言ってたので、いやいや、ちょっとそうですね、確かに、ちょっと期待大です、ね、はい、それではですね、マーラアレンジ料理対決2戦目、スタート。では最後は僕です。このね、マーラ麻婆豆腐のソースを使って、お題おつまみレシピにあったこれ、これはわかる、これすごいぞ、これピザです ね、 これ ね、 ね、これはね、めっちゃわかる、ピザだなと思いますね。そうです、すごい、画力で負けましたね、これ、画力で負けた。マーラーマーボーニラピザを作っていきたいと思います。ニラピザ、はい、ニラピザ、これピザにするんですか？ピザ、最近ね、このピザ生地がスーパーで売ってるんですよ、売ってますね、冷蔵ですね、冷凍じゃなくて冷蔵で売ってるんですけど、はい、確か20センチかな、はい、売ってます、あとですね、ニラ、はい、これ一束、僕は一束全部乗っけちゃうんですけど、はい、ちょっとお好みで減らしてもいいです、はい、少し水が出るので、はい、あとこのね、主役マーラーマーボー豆腐、おー、あとこれモッツァレラチーズです。モッツァレラチーズ、もうこれでちょっとハードルが上がってるんですけど、はい、モッツァレラチーズじゃなくてもいいです、はい、なんでモッツァレラチーズかっていうと、こちらの塩分がそこそこあるので、はい、チーズの塩分も足してしまうと、うん、なかなかビールが進んでしまうんですよ。ああ、なるほど、進みすぎてしまうので、ここでちょっと塩分を抑えて、はい、モッツァレラチーズにしてるんですけど、うん、まあ、とろけるシュレットチーズとか全然代用可能です。代用可能なんですよ、はい、いいですね、はい、ちなみにですね、マーラー麻婆豆腐は、全国のスーパーやセブンで売ってますので、うん、すぐに買いに行ってください。いいですね、はい、はい、じゃあ作っていきたいと思うんですけど、はい、ニラは最初この辺ちょっと捨てますよね、うん、口に残らないように1センチぐらい、うん、こんくらいです、うん、結構細かく切るんですね。細かくいきます。ちょっといい。へえ、はい。長いな、これ。ニラとピザ自体ちょっと、うん、そう、効かないですよね。効かないでしょ。これはなんかトマトソースの代わりにマーラーってことなんですか。さすが。やっぱりリュウジ君分かってるな。本当ですか。ありがとうございます。ちなみにこのニラはね、はい、もう本当に包丁嫌だっていう方はハサミでもいいですよ。あ、なるほど。もうね、ハサミでもバチバチ。ハサミでこうちょっとちょっとですね、バチバチ切れますよね。確か。うん。これ結構使いますね、でもね。これね、好きな人は全部乗せてもらって構わないんだけど。絶対好きだな。量が、ね、絶対好きだな。ここに全部乗っけなきゃいけないんで、うん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 、なかなかじゃないですか。あ、なるほど。確かに。あとモッツァレラチーズ、これはいっぱい入れたい人はいっぱい入れてください。うん、僕はこの半分ぐらいでやってますけど、はい、じゃあ大体 50g ぐらいかな。そうだね、スライス、大きめスライス、うん、ちょっとマルゲリタっぽいあれですね。そう、まさにそうです、はい、半分ちょっと使いました。はい、こんな感じ、うん、切るのおしまい、簡単じゃないですか。あっという間です ね、 いいですね。そしたらですね、これよく振ります。はい、したらスプーンで取ってください。はい、こう、おー、さっきの、あー、はい、見たことあります、この絵、うん、これもう絶対にピザソースじゃないですか、うん、これそうだ、ね、ピザソースだ、ピザソースの塗り方じゃないですか、これ。このね、量がぴったりなんですよ。あ、ほんとだ、これ1人前の量、そのために盛られたかのような感じですね、これね。すごい、すごい、いやもうなんかもう完全にピザソースにしか見えないんだけど。そうでしょ。そしたら、そしたらこれね、ニラはちょっと混ぜてください、こうやって茎の部分と葉の部分、ああ、はい、そうですね、均一にちょっとだけ混ぜるということで、それで水分が結構出るので、うん、量は調整してください。はい、はい、そうそう、こうバーンと、もう結構いきますね、これね。緑だ、バーン、おー、めっちゃいきますね、これね、はい、もうこう、もう絵はイタリアンだ、うん、絵はイタリアンですね、これね、うん、なんかもうサラダピザみたいな感じ。そうですね、だからもう野菜もね、しっかり取れるんですよ、はい、あ、いや、確かに、ニラこんなに食えたらいいっすね、うん、でもね、でしょ、
一束。これはこれはもう今もう今好きだわ。そうですね、今もう好き。もうちょっと地図せっかくだからもう一切れぐらい、さあこれを焼いていくんですけど、はい、オーブントーストだとか、はい、オーブンレンジでもいいし、うん、僕は、うん、あの魚焼き器、魚焼きオーブンあるじゃないですか、はいはい、ガスコンロの下にこうガチャついてるやつ、はいはいはい、あれが一番いい感じで焼けます、はい、へえ、ガス火がいいって感じですか。ガス火が一番簡単で、へえ、ちょっとお借りしますよ。はい、入りますか。ちょっとね、はみ出てても大丈夫です、うん、あ、ちょっとはみ出てても大丈夫。ほら閉まれば、あー、いいですね、いけますね、いい感じでしょ、はい、さあこれ中火で10分ほど焼きます。あ、いけますかね、うん、とっていうか、魚焼きグリルピザ焼けんすか。魚焼きグリルが一番焼ける。あ、そうなんですか、へー、うん、知らなかった、それ。焼いたことない、焼いたことない、これ。余熱が必要ないから、はい、一気にその火でガーッと焼くからいい焦げ目もつくし、チーズがね、見た目がそのピザ窯で焼いたみたいなんですよね。はあ、なるほど。でもどんな味になるか想像つかない、はい、そうそう、ニラ君分かんない、楽しみにしててください。ピザ生地が売ってないとかあるじゃないですか。はいはいはい、そしたらもう、はい、トーストでいいです。あ、トーストおいしそう、トーストおいしそう。トーストでこれ塗ってニラ乗っけて、うん、チーズもとろけるスライスチーズとかでもいいですよ。それ美味しそう、それ美味しそう。それでもいいですか、うんうん、はい、それでも大丈夫ですか。それでもぜひ試してみてください。それいいですね、うん、それコストだったらね、2枚はいけるね。2枚いける、あー、そうですね、はい、うん、いきます。こんな感じ。すごい、美味しそう、うまそう。ニラのね、水分が出てるので、パリパリというかちょっと柔らかめになっちゃうんだけど、完成です。おー、どこのピッツェリアだ。絶対うまいじゃんこれ。はい、ということですね、めちゃめちゃうまそうなのができちゃったんですけど、すごいぞこれ。今回ね、おつまみレシピということなので、乾杯乾杯乾杯かわいい、かわいい。ちょっとじゃあ、これいいっすか、切ってもらって。ハサミでね、はい、簡単に切れますね、これ。ね、ハサミで切っちゃうんですね。うんうん、あ、ほんとだ、ほんとだ、できた、切りやすそう。あ、なるほど、サーブしましょうか。あ、いいんすか。ハサミ、そんなおしゃれにハサミ使うと初めて見たんだけど。ハサミテックすごい。で、結構ね、このニラの水分が出てるので、うん、ちょっとやわめなので、うんうん、食べるときに気をつけてください。はい、わかりました。ちゅる手でね、じゃあいただき、お、ほんとだ、柔らかいですね。そうなの、これ優勝だわ、これ。おお、優勝出ちゃった。これめちゃめちゃうまい。ありがとう、うん、これおつまみというカテゴリーの中ではかなり強いっすね、これね。じゃあ俺勝ちでいいかな、うん、いや、まだ。ちょっと待っていただきます。どうぞ。優勝かも、これは優勝かもしれない。ちょっとやりすぎじゃないですか。これはやりすぎじゃないですか。これはね、すべての相性がいいですよね、うん、このチーズとニラと、ね、マリアージュやばい。マリアージュがすごい、これやばい。これこのマーラー麻婆豆腐のこのシビ辛とチーズとニラが合うっていう、うんうん、そうなんですよね、実は。そう、その発想どこ。チーズとニラとシビカラは合うんですよ、はあ、で僕は山椒とかもね、たまにチーズとニラが合わさってる食べ物にはかけちゃう。あ、そうなんですね。そう、これお店にあったらこれ食べに行きますね、うん、あ、これ食べに行く、うん、本当にこれ食べに行く。皆さん、ぜひ僕のマーラー麻婆ニラピザに投票してください、うん、投票してくれた方には僕たちから5名ずつ、プレゼントがあります。ちなみに僕が用意したプレゼントはじゃん、あ、これね、例のあれですね、鍋つかみ、はい、時間グッズ、僕も使ってます、鍋つかみ、これめっちゃ可愛いです、はい、あとサインですね、うん、投票お待ちしております。さてですね、これで3人全員の料理が作り終わりました、うん、いやー、もうね、どれもね、はい、珠玉の一品でした ね、本当にね。こちらのですね、マーラー料理対決は皆さんの投票で、まあ、僕らがね、どれぐらい美味しいと思ってもね、うん、決まんないんですよ。皆さんが決めるんですね。なのでですね、投票方法はこちらでございます、はい、はい、いやー、これはですね、勝負の予想がもう全くつかない。選ぶのはやっぱね、これ見てる皆様方なので ね、うん、ね、まだまだ勝負は全然分かりません。そうですね、はい、ということで、はい、皆さん投票をお待ちしております。お待ちしております。